サンハビエルは、スペイン・ムルシア州のムニシピオ。自治体名は、セイフランシスコ・ザビエルにちなんでいる。2017年の人口は3万1695人。面積は74平方キロメートル。2017年の人口は3万1695人。ムルシア州の東部、コスタカリダと呼ばれる地域にあり、関湖であるマールメノールの北側にある。近隣には、 ピラールデラ・オラダーダ、ムルシア州の州都ムルシア、サンペドロデルピナタール、トーレ・パチェコ、カルタヘナ、ロス・アルカサレスなどの自治体がある。マールメノールと地中海を隔てるサスである、ラ・マンガの北側もサン・ハビエルの自治体域に含まれる。マールメノールやラ・マンガに観光客が押し寄せるため、夏季には人口が増加する。マールメノールには火山性の島が5つあるが、 内ちマヨール島とペルディゲーラ島の二つはサンハビエルの自治体域に含まれる。国際空港であるムルシアサンハビエル空港がある。中心地は自治体名と同名のサンハビエル地区であり、その他20の地区がある。1980年にはサッカークラブの AD マールメノーサンハビエルが設立され、1988年には地域リーグからリーガーエスパニョーラに舞台を移した。 レアル・ムルシアの下部組織に所属していた、マリアーノ・サンチェス・マルティネス、赤道ギニア代表のルベン・エピティエなどは、AD ・マール・メノー・サン・ハビエルに在籍した経験がある。主に、テルセーラ・ディビシオンに在籍し、1996から97シーズンと1997から98シーズンは、西軍ダ・ディビシオン B に在籍したが、財政難が理由で2007年に解散した。 同年には、後継クラブとして、マール・メノール FC が設立され、2010年からは、リーガ・イスパニョーラのテルセーラ・ディビシオンに所属している。AD ・マール・メノー・サン・ハビエルもマール・メノール FC も、エスタディオ・ピティンを、ホームスタジアムとしている。ムルシア・サン・ハビエル空港軍民共用の、ムルシア・サン・ハビエル空港は、ムルシア州の主要な空港であり、 ムルシア州の州都ムルシアから 42km 南東、カルタヘナから 25km 北東のサンハビエルの自治体域にある。スペイン空軍が所有し、アエナが運営している。イングランドのロンドンスタンステッド空港、ロンドンルートン空港、リーズブラッドフォード空港、マンチェスター空港、バーミンガム空港、スコットランドのグラスゴープレストウィック国際空港、 アイルランドのダブリン空港、ドイツのフランクフルト空港、チェコのバーツラフ・ハベルプラハ国際空港、オランダのアイントホーフェン空港、ベルギーのアントワープ国際空港とシャルルロワ空港に対して定期便が運航されている。1930年代後半のスペイン内戦前にはサンティアゴデラ・リベラ地区に軍用空港が建設された。スペイン共和国空軍が 爆撃機のために使用したほか、軍人の訓練施設としても使用された。スペイン内戦終結後には、スペイン空軍が使用した。2016年の旅客数は109万6980人であり、ムルシア州最大の民間空港である。2300メートルと1580メートルの日本の滑走路を持つ。2014年と2016年には、 国際空港評議会によってエアポートサービスクオリティアワードのヨーロッパにおける最優秀地域空港に選ばれた。ありがとうございます。